1958年のヨハネス・アル・ベヒヒャーの葬儀でのフェルゼンシュタイン・バルター・フェルゼンシュタインはオーストリアの演出家。1947年にベルリンコーミッシェ・オーパーを設立し、死去時まで芸術総監督の地位にあった。戦後ドイツオペラ史を代表する演出家として、後世のオペラ演出、演劇演出に極めて大きな影響を与えている。フェルゼンシュタインが活躍した 本拠地、旧メトロポール劇場、コーミッシェ・オーバー・バルター・フェルゼンシュタインは、オーストリア北西部鉄道の交換であった、フランツ・オット・フェルゼンシュタインの息子として、ウィーンで生まれた。1918年、父親がオーストリア連邦鉄道の副局長に昇格したため、家族はフィラッハに転居した。息子は、グラーツ工科大学で、機械工学を学ばされた。 1920年10月22日、彼は、グラワー,ーツのアカデミー友愛隊トイトニアの狐になった。彼は1921年6月4日に入隊儀式を行った。彼は3回メンズーアを戦った。1922年2月13日、彼は友愛隊に手紙を送り、ウィーンで勉強しており、同盟友愛隊のサクソニアウィーンで活動するには、 十分な時間がないことを知らせた。非活動者として、友愛体のリボン着用者になりたいという要望は1922年2月20日に、しぶしぶ受理された。フェルゼンシュタインは劇場に惹かれた。彼は、ウィーンのブルク劇場でキャリアをスタートさせた。その後、1923年から1932年まで、リューベック劇場、マンハイム国立劇場、 ボイテン劇場で初めて演出を担当。バーゼル劇場とフライブルク劇場で彼は現代の音楽劇場と密接に触れ合った。そしてオペラや演劇の監督としてケルン歌劇場やフランクフルト私立劇場に在籍した。1936年に帝国劇場会議所は彼がヒアーリア人と結婚したために彼を追放した。彼は チューリヒ歌劇場で活動を続け、1940年にハインリヒ・レオルゲの助けを借りて、ドイツに戻り、ベルリンのシラー劇場で活動した。また、アーヘン、デュッセルドルフ、メス、ストラスブールで、客演演出を務めた。1942年、彼はザルツブルク音楽祭で、モーツァルト、フィガロの結婚を演出した。 1945年から1947年まではベルリンのヘッペル劇場で働いた。1947年に彼は東ベルリンにコーミッシェ・オーパーを設立し、死去するまで芸術総監督を務めた。1956年から彼はドイツ民主共和国のドイツ芸術アカデミーと劇場創作者協会の副会長を務めた。 フェルゼンシュタインはオペラ演出の分野の初基準を打ち立てた。彼は洗練された演技による演出を見出したのである。それはもともとは演劇だけに存在し、以前の伝統的な歌手たちは避けてきたものであった。コーミッシェ・オーパーでは時にシルフィア・ゲスティ、アニー・シュレム、ルドルフ・ショックのような世界的なスターが登場したとしても、フェルゼンシュタインが注視したのは アンサンブルであった。その考え方は演奏家にも貫かれていた。例えば、イルムガルト・アルノルと、アニー・シュレム、ルート・ショップ・イコール・リップカハンス・ノッカー、ギュンター・ノイマン、ルドルフ・ワスムス、ベルナー・エンダース、エイリー・ヒ・ブラスベルク、ヨーゼフ・ブルク・ビンケルなどである。また、舞台の技術スタッフも同様であった。1966年、彼は、有能なバレエの振り付けし、 トムシリングとジャンバイトを起用し、コーミッシェオーパーを保管する新たな革命的オペラスタイルのバレエアンサンブルを構築する。この課題はトムシリングが最短で成し遂げ、1993年までに75を超えるバレエ作品が制作され、世界30カ国以上で認められた。トムシリングのリアリスティックダンスシアターは芸術総監督のフェルゼンシュタインの多大なサポートが なければ、決して実現しなかったであろう。フェルゼンシュタインは、彼の独特なオペラ作品のために、音楽劇場という言葉を広め、ムジークテアター派と呼ばれる一大潮流を打ち立てた。ここから、早々たる演出家が育っている。最も著名な弟子は、ゲッツ・フリードリヒであろう。三人目の重要な演出家は、フェルゼンシュタインの後継者となった、ヨアヒム・ヘルツである。 次にコーミッシェ・オーパーの主席演出家となったのは、ハリー・クプファーであり、同じ潮流の中に位置づけられる。ペーター・コンビチュニーも、シのルートベルクハウスと共にムジークテアター派と、みなされている。フェルゼンシュタインの息子、ペーター・ブレンナーとヨハネス・フェルゼンシュタインもオペラの演出家として成功している。最年少の息子、クリストフ・フェルゼンシュタインは、 最初マックス・ラインハルトセミナーで俳優として修行し、それから進路を変え、遠洋公開の船長になり、その後はビスマール大学会洋楽科の講師となった。2010年、彼は父が監督したデファの映画をリメイクして2010年12月と2011年1月にバビロン映画館で上映し、大きな関心を呼んだ。存命の出演者の多くが足を運んだ。 フェルゼンシュタインは、世界のオペラ作品の独語翻訳や編集も手掛けた。例えば、ビゼー、カルメン 1949, ベルリ、椿姫 1955, モーツァルト、マテキ 1954, オフフェンバック、ホフマン物語 1958, ベルリ、オテロ 1959, オフ,フェンバック、アオヒゲ1963から 1992, ヤナーチェク、 リコーナメギツネの物語1956、ブリテン、真夏の世の夢などがある。彼は、外国語のオペラを常に独語で上演した。クリーニッケ、ノルトバーンの住居演劇の演出家としても、第二次世界大戦後、フェルゼンシュタインは、ウィーンのブルク劇場で何度も活躍している。例えば、ハインリッヒ・ホンクライストのハイルブロンのケイトヒエン、1975年の、 ゲーテのトルクワとタッソーなどである。バイエルン国立劇場では、1972年にシラーのバレンシュタインを監督している。ヒッテンゼージマクロスターにあるフェルゼンシュタイン家の墓フェルゼンシュタインの葬儀フェルゼンシュタインは、西ベルリンに住んでいたが、1967年にベルリンの北にあるグリーニッケ、ノルトバーンに転居した。バルト海に浮かぶヒッテンゼー等のクロスターには大きな、 庭のある別荘を持ち、そこでロバを飼っていた。彼は島の墓地に埋葬された。1987年に亡くなった2番目の妻、マリアもここに埋葬されている。この場所には記念碑などは作られていない。フェルゼンシュタインの弟テオドールは1950年から1954年まで新たに設立されたオーストリア自由アカデミック協会の会長を務めた。 ベルリーナジャデンクタファルにあるフェルゼンシュタインの記念版真夏の世の夢、ウィリアムシェイクスピア作のコメディ、ベルリンコーミッシェウォーパー、バルター・フェルゼンシュタインに演出1973年の東ドイツのキ手テ代順、コーゼナー・コープス・リソン1996、169、151、一、ーゲゲゲンパウ・カンテン・ワレン・ヘンガー・デシャクト、カーズマン・バンデラ・ユント・シュトラーサー・ジョアン・ネアへ、 フェルゼンシュタインを19281948ミッドエレンフェルゼンシュタインゲブブレンナーバーヘルテッドウントハットミッドイアツバイズナデアツバイタイストデアパンリジサーピーターフェルゼンシュタインブレンナーイエーダーツァイトミッドカラヤンインタビューインデアスピーゲルフォム4フェブルー1965テオドールフェルゼンシュタインありがとうございます